京都の時短営業がようやく解除されまして、スズメ屋さん行ってまいりました。こういうとこ昔あの大阪とかで本当にスズメとか出てたような店が、ありましたよね。もう今あんまりないんでしょうね、そういうとこはね。ここも普通スズメはありません。でこれあの味のある大将ですね。で、突き出しは、枝豆でございました。で適当に 3,4 本焼きましょうかということだったので、はいお願いしますということで、つくねが初め出てきました。これ多分自信作なんだろうなと思って、まあ一番初めにねメニューも書いてあるので、食べたらやっぱりうまいのです。こうちょっとコリッとしていましてですね、いやほんでちょっとねあの白ご飯もうこの頃白ご飯好きなんで、焼き鳥屋でも焼き鳥定食になってますけれども、であと3本残りやってまいりました。これしそ巻きだと思うんですよね多分ね。80円から120円ぐらいで非常に安いです。でこれはあまり味付いてなくて、あの梅しそで食べてくださいということですね。焼き鳥ご飯合うので、やっぱり肉系ってご飯合うと思うんですよね。で皮が80円安いです。これもカリッとじわっとね美味しいのでございます。でこれネギマだと思うんですけど、メニューにネギマって書いてなかったんですよね。ちょっと塩分あれなので、ね、入念に、タレをちょっとですねこうやっていただいておりますが、基本的なネギマもうまいですね。焼き鳥最高でございますね。炭火で焼いてるから余計に美味しいのでございます。で、いつものように七味はちょっと多めにドバッといきますよ。でこれこっちが、チリペッパーか、チリペッパーの方がさらに辛かったような気がしますね。単純な辛さですね。やっぱり七味、日本人七味ですね。ごまやら、山椒やらいろんな味がいたします。でピーマン、これも塩分、を抑えるために素焼きでお願いいたしました。まんま食ってもねピーマンあのちゃんと甘みもあるし、美味しいのでございます。これで、玉ねぎも素焼きなんですが、やっぱあの炭火で焼いてやるから、その何て言うんですかね、この焦げ目、が非常に美味しいのでございます。素焼きでも。でホタテでございます。これも思ったよりでかくて立派なホタテでございますね。まあこれはまあまあまあ、あまり注文されることがないものなのではないかなと思いました。場所はこの辺です。円町の駅から、ずっと西に行ったら、左側に出てまいります。そうですね、サンライトさんというあのカレー屋さんがですね、それの隣の隣ぐらいかな、という感じでございます。でここ大将がすっごいキャラがよく喋る大将で、常連さんもカウンターにいてるとほぼほぼみんな友達になるんじゃないかというぐらいなんか気さくな人たちが多かったので、あなんか今日寂しいな、誰かと喋りたいなと思った時に行けばですね、大将と常連さんが温かく迎えてくれるんじゃないでしょうか、という感じで、またここちょっとやっぱり気に入ったので、かなり安かったんですよね。こんだけ食べて2000円ちょっとだったので、飲み物を3杯飲んだと思います。また行きたいと思っております。大将ありがとうございました。今日食べたご飯はサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。それではまた明日です。ありがとうございます。